え今日は、えーそうですね、ハワイで <laughs> クライアントにコーチングを何かしてるんですけれどもその中で、えー、っと質問があった内容少し共有というわけじゃないですけどねちょっと汎用化して、えー、っとここであの皆さんにお伝えしてみたいなと思います、えー、っとどんな質問が来たのかですね、えーっとまあ 継続的に講習を受けて通常だとうんまあ海外と日本に私は日本で東京でいる場合はえっ、ー、ハワイ在住の方でいうと、まあ、スカイプみたいなあのそういう電話でですねあのネットの電話で話をしたりとかするわけですけれどもえー、っと今回は、まあ、久々にというかまあ久しぶりもないです半年ぶりぐらいかな。 あのハワイの某ホテルのラウンジかなんかで、えー、コーチングセッションしたんですけどコ、えーチング相当学んできてる方なんですけれども、うん、やっぱりこう仲のいい友達がいてその友達にもどんどんコーチングを広めたいと思ってるしみたいなことをいいあの思いであの周囲に働きかけをしてくれてるんですけれども、うん、それでも何でしょうあの なんとなくこうもっと分かってほしいっていう思いがどうもあるらしいんですね。で結局自分のゴールはどんどんたくさん設定してエフィカシーも高く日々行動してるけれどもあのお友達の何々さんと何々さんもんもっと楽しんでほしいからっていっていろいろ話をするんだけどみたいななかなか伝わらなくてもどかしいんですけどみたいな話なんですけどね。えー、と質問のの中で言うとあの コアな質問ではなかったんですけれどもでも時々コーチングの質問で似たようなのがあの来てるのでお話をしたいんですけれどもその自分のその親しい人家族でもそうですしあのまあそうですね恋人でもあの結婚されている方パートナーの方でもそうですけれども相手のことを思って、えー、っともっともっと良くなるために変わってほしい すすすごくいい思いいいい思思思だだとととうんですねいいことだと思いますただしやっぱりこれってコーチングの理論からすると価値観の押し付けになっちゃうんで我々はやらないんですね。えー、っときっとこっちの方がいいだろうっていうふうに勝手にこっちが思うのはえー、っと自由なんだけどもそれを押し付けた瞬間に、えー、相手方からするとですね相手からすると うん、余計なおせっかいになっちゃうんですねだから価値観の押し付けは基本的にはコーチングとししないで価値観は70億人いたら70億人バラバラでいいわけであって自分の価値観がいいよって言ってもそれを押し付けることはあのしないんですねただし求める求められたらもちろん説明し こう,いうこういう考え方でこういう風になってるよっていうのはあの伝えてもいいけど求められない限りそれはやらないってことですね。ってことですね。かなりシンプルですけれども我々コーチは、えー、プロのコーチであればあのクライアントに,のそのに対してですねこういうゴールがいいよってことも言わないし当たり前ですねゴールは自分自身で決めていく自分自身で見つけていくものですから。 えー、ゴールがなかなか見つかんないんですけどっていう相談は一緒に乗って一緒に探すことあったとしてもあの最終的にはクライアント本人が見つけていくものですよね、えー、コーチが代わりにゴールを探すなんてことはまずないということまずないっていうか、まあ、100%ないわけですよね、えー、でコーチはクライアントに対してですね、えー、こっちがいいよあっちがいいよとかねこのゴールはいいよそのゴールは良くないよっていうあのゴールの良し悪し もううう判断しないししなないいいそことですね価値観の,あの押し付けはしない。えー、ということなんでぜひコーチングを学んでるう皆さんもですね周りの人はこっちがいいんじゃないのかなあっちがいいんじゃないのかなって思う,思うのはもう当然出てくると思うんだけれどもそれはあのそれぞれいろんな考え方があって本人の自由でやってるので。 えー、そこに対して価,し価値観の押し付けはもうしないようにすると、えー、じゃあほっといていいんですかとほっといていいんですね <laughs> えっとちょっと表現があの誤解されてしまうかもしれないですけどほっといていいというのはその見守るっていうことですよねただしいつでも相談,に乗ってき相談されてきたら乗ってあげるとできちんとあの答えてあげるただしその中にも 事実情報は伝えてもあのこっちがいいあっちがいいよという判断はしないで本人が決めていくように促していくってことですねこれがまさにあのコーチでなくてもコーチングマインドを持って、えー、っといろんな人とコミュニケーションを取るというやり方ですよね、えー、コーチングコーチというね肩あを持たなくてもできるで日頃の人間関係が劇的に良くなる一つのきっかけになると思います。 大体、あの、価値観の押し付けってところから摩擦が生じ、えー、<laughs> なんて言うんでしょう、人間関係こじれていくってことは、まあ、よくあることですよね。だから、相手を尊重する。で、それ以前に自分の、なんか、良いと思っていることを押し付けて、こっちが嫌、がいよ、とかっていうことを、えー、もう言わない。思わないようにしていく。で、相手の、えー、価値基準、価値観を尊重してあげる。 で「それを聞いてあげるでいいね」って <laughs> えと言ってあげることですよね。で,で自分が楽しくこうまさにコーチングを学んでコーチングを実践していくとですねもう楽しく楽しくていろんなことをやってるのをあの周りの人は見てくると思うんですね。コーチングやってますよとかコーチングねあのこんなことでいろんなことができるんだよって言わなくてもあこの人なんかいろんなことやってて楽しそうだねって。 人がいいいろんななこととを聞いてくると思いますなんでその日々楽しくやっててうまくいってるのなんていや実はこういうマインドの使い方を学んでて、ね、コーチングというのがあってそこで初めて伝えればいいわけであって、えー、コーチングを是非学んだ方がいいよとかって言っても逆にあの耳を塞がれちゃうというかうん、まあ、そうなんだっていってあの離れていっちゃうというかですねそういう場,場合もあの少なくないですから。 ぜひ価値あのプッシュプッシュバックの話っていろんなところでしてると思うんですけど人間はあの外側からえー、っとこれがいいよあれがいいよって言われれば言われるほどそれに反発してあの怪しいんじゃないのとかと思ってしまうんですね。これやんなさいって言われると,、えー、っと反発するようにできてるんですね脳が。 えと命令されると嫌だって無意識は言うわけですよね特に嫌なことをやれと言われたらもう無意識は絶対動かないわけですねやらないって <laughs> やりたくないっていうの出てきちゃうわけですねだからいかに相手があの自由に選択できるように促してあげるかそういうあのコミュニケーションを取っていくと人間関係が劇的に良くなりますよと一つの,あの、まあ、ポイントでもあるわけですけれども。 まあ少なくとも冒頭の質問で言うと、うん、もっとね、えー、こういうことやった方がいいことやったらいいというふうに思ってしまうのでお友達にそういうことを伝えてもなかなか理解してもらえないんですけどっていう相談に関してはあのー、もうやらなくていいですよと価値観の押し付けはせずに、えー、相談されたらしっかりとあの伝えていけばいいですよということを今日は、えー、っと押さえておいていただければと思います。 まあこれはですね、まさにワークというか、日々自分がそういうことをしてないかどうかチェックし、うんまあ、習慣レベルまで落とし込んでいって、もう無意識できるようにしていくということがいいんじゃないかなと思います。ということで今日は以上です。ワクワク様でした。